鉄道趣味でで人生を豊かに溝口駅長朝ライブです今日は今週末に迫りました鉄道模型で遊ぼう会のイベントを紹介いたします。今週末6月10日土曜日と11日の日曜日の2日間、えー、いつもの茨城市三島コミュニティセンターで鉄道模型で遊ぼう会、鉄道模型の、ね、N ゲージの運転会、 まあ走行会と言ったりしますけれどもね、えー、走らせて遊ぶ会をやります。えー、っと、あいにくと言いますか、一応予約制でやっておるんですけれども、えー、満席でございます。申し訳ございません。<laughs> えー、非常に大人気ということでね、まあ、何をやってるかということなんですが、まあ、持ち込み運転と言いましてね、まあ、自分の N ゲージ車両を持ってきて走らせるっていうコーナーと、 あと、体験運転。自分の N ゲージ持ってないんだけれども、えー、我々のね、遊ぼう会が持っているレンタル車両を借りて走らせる。でそういうね、体験運転コーナーというね、二つございます。はい、それをね、楽しもうというね、まあ、会議室いっぱいに線路を広げて走らせるというね、そういう遊び、遊ぶ会をやってるんですけれども、えー、非常に人気でございます。で、今回はですね、まあ、特にあの、5月に、 上島区民センターでね大きなイベントをさせていただいてその時にねまあ遊ぼう会のま名刺といいますかカードを配ったりもしまして宣伝活動をしたおかげもあってですかねまあっという間に予約枠が埋まっちゃいましてまあ本当にね私もま予約管理システム作ってねページ作ってあの受付開始ってしたらもあっという間にねたた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 たと えっと、一応予約が入るとこちらにメールが飛んでくるんですけど、まあ、ものすごい数のメールがこっちに飛んできまして。すごいなと。だまあ、2日間ぐらいで全席、きれいに埋まりましたね。本当にありがたいなと思っております。まあ、いつも言ってるんですけれどもね、この鉄道模型で遊ぼう会、まあ、今年で7年目、まあ、丸7年かあ,あ、丸7年か。えーですか。えーと 2016年にスタートしておりますので、丸7年、今年で8年目になるわけですね。長いことやってましてね。で、最初の頃なんて、まあ、全くね、お客さんいなくて、ガランガランのね、えー、会だったんですけれども、まあ、毎月続けてたら徐々にお客さんが増えてきまして、もう今や人気のね、えー、予約が取れない運転会となっております。 まあもうちょっと枠増やせないのかとかね、えー、いう話もあるんですけど、我々もまあ、我々が楽しむついでにやっているという感じなんで、別にそこをがっつりね、枠広げてお客さん増やそうとか、そういうふうには思ってないです。さすがにしんどいんでね、我々別にあのイベント業者じゃないんで、そこまでやる必要はないと思っております。まあ、とはいえね、 まあ期待という方がいらっしゃるので、なんとかね、えー、少しでも増やしたいなと思って。まあ増やした結果が今なんですけどね。もうちょっともう。それでも足りなくなってしまいました。申し訳ございません。うん。まあやっぱり月1回ね。土日2日ぐらいがもう限界ですね。うん、3日間とかちょっとね。さすがにしんどいしまあ、そんなに休めないしっていうのもありますしね。 えー、ということもありまして、まあなかなか難しいところです。まあちょっとまあ我々だけだとね、まあやっぱり月1回2日間が限界なので、まあこの間ね、一緒にイベントをやった関西ライン鉄道同好会とか他のグループもありますので、まあそういうところにもね、そういうところのイベントもまあ紹介して、まあ分散するように、ね、今回遊べ,遊べなかった人は 別の会の、えー、イベントに行っていただいて、遊んでいただくとかね。まあそういうふうに、まあ、あのー、仲のいいグループ同士でね、ね、えー、お客さんを回していけたらな、ということを思ったりしております。あですんでね、まあ、もし、あの、皆さんの中でね、ご覧になっている方の中で、あの、別の模型サークルやってますとかね、えー、メンバーですという方いらっしゃったら、まあもしね、よかったら、えー、コラボとか、ね、一緒にイベントやるとか、 まあそういうこともできるかなと思うんで、ぜひぜひね、えー、まあ、よかったらうちの運転会見に来ていただいて声かけていただけたらなと思います。本当にね、鉄道模型のサークルってね、世の中にいっぱいあるみたいなんですけど、あんまり情報が表に出てきてないんで、うん、あのー、まあ知らない人が多いと思います。まあ、うちでやってるところが多いですかね。やはり、あの、走らせてる車両が、まあ高価なものが多いので、 まあよく分かってない人間が来てねあの、触って壊されたりとかしても困るというのもあってね、まあ、クローズドは、まあ、会でやられてるところが多いです。まあ、うちみたいにオープンにね、あけっ広げに、えーね、ちっちゃいお子さんも OK ですという形でやってるところの方が珍しいんじゃないでしょうかね。もちろんないわけじゃないですけれども、はい、まあ、少ないから注目されて人が集まるっていうことなんじゃないかなと思っております。 はいあ。で、今回はですね、一応、毎回テーマを決めてるんですが、広島というテーマでね、やろうと思っています。まあ、なんで広島かというと、先日、あの、G7 サミットが広島でありましたので、まあ、それにちなんでということで、広島にちなんだ車両、何が思い浮かびますでしょうかね。まあ、今だと、ま、あ227系とかのね、レッドウィングが JR だとメインですけれども、まあ、広島のね、えー、広島電鉄、路面電車もありますし、 えーまあ、昔までね、時代を遡れば、広島を通る夜行列車、ブルートレインもたくさんありましたよね。もっとも遡れば、いろいろあるかと思います。まあ、あとは芸備線とかね、えー、呉線とか、まあ、いろんな路線、えー、ローカル線もありますね。まあ、そういったところの列車、いろいろあるかと思います。はい、えー、ぜひそういうのもね、走りますので。えー、今回予約できなかった方は、見学はね、 見に来ていただくのは大丈夫ですので気軽にお越しください。今回からあの予約なしで見学できるようになっております。えー、好きな時間に自由に見ていただいて結構です。ただ、ちょっとあんまりね、あのー、お客さん見る方が多いとですね、まあ、そんなに広い会議室じゃないので、あんまりパンパンになるようですと入場制限するかもしれません。まあ、ちょっと今までそこまでしたことはないんですけどね。 まあちょっと、うーん、まあ、先日の上東区民センターで知った方がね、えー、来られたらどうなるかなと、いうのはちょっと心配はしております。はい。まあ、で、まあ、旅行、まあ、鉄道旅行は好きだけど、模型は大して興味ないというかね、まあ、そこまでえやりたいと思わないという方も多いかもしれません。けど、見てみると面白いですよ。 やっぱりもう昔の車両とかね、今走ってない車両が見れるってのはなかなか面白いもんで、で、なんかね、えーまあ、ちょうど言い合わせた者同士でね、こんな列車もありましたねみたいな話をしたりしてね、えー、昔を懐かしんだりとかあ、今はこんなのが走ってるのかとかね、いろいろ知らない情報がインプットできたりします。はい、ということなのでね、えー、お遊ぼう会、今週末でございます。 あとですね、まあ、我々あの出張イベント、えー、というのもやっておりまして、でえー、まあこの先日の城東区民センターもそうでしたけれども、まあ、我々われふは茨城の三島コミュニティセンターを拠点にやってるんですが、違う場所に行ってね、えー、運転会をやるなんていうこともできます。でえー、とまあコロナが明けたということもありましてね、えー、出張できますかというようなお問い合わせ、増えてきております。 本当にありがたいなと思うんですけど、まああのまあ、全部が全部ね、えー、制約には至らないんですけれども、まあ、今度7月にとある、えー、京都の児童施設さんの方で運転会イベントをさせていただくことが決まりましたまたねそういうイベントも増えてくるのかなと思っております、まあ、我々もね、まあ、いつもと違う場所でやれるっていうのも嬉しいですし楽しいですし で、まあね、児童館とかであれば、本当にお子さんがね、もう目を輝かせて、もうえ来てくれてね、で、もう歓声を上げながら、キャッキャッキャッキャ言いながらね、えー、列車の名前を呼んだりとかするので、まあ非常に見てても面白いものです。はい、うん、まあそんな活動もやっておりますので、まあ、N ゲージもやれますし、プラレール。 持っておりますのでねプラレールのイベントもできますので、もう本当に、えー、幼児、ちっちゃいお子さん向けのイベントにも対応しております、まあ。大きい会場であれば N ゲージとプラレール両方展開することもできますので、まああのー、子ども会のイベントですとかね、まあ、そういうので、えー、やってほしいなと。なんか地域のお祭りとかで、えー、ちょっと他にはないような。 出し物欲しいなという方あればぜひぜひお問い合わせいただければと思います。鉄道模型であそぼう会出張イベントで検索していただいたら出てくると思います。はいということで、今日は今週末開催の鉄道模型であそぼう会の運転会のお知らせでした。